風流。何これ、おかしな問題だな。ちょっと失礼。何何、夫の葬儀中夫の同僚に一目惚れした未亡人はその夜息子を殺害した。一、新たな恋に息子が邪魔になったから。二、息子の葬儀で再びその男性に会えるから。なんでしょうこれ。急に血生臭い問題になりましたね。正解あんのこれ。こんなの動機だし犯人しか分かんないじゃんね。何にせよ答えなくちゃ先に進めないんだろう。頼むわ部長。待ちたまえ、僕がやろう。当たりか。そうみたいね。何さあ、ごい行くしかないんだ。気を引き締めていきなよ、キモチビッチョ。キモくねっつってんだろ。大活躍だな、コタロウ。おう、次も俺に任せとけ。コトノさん、僕が盾になってみせますから。お、ちょっと行けば矢が刺さるのよ。手加減はなしだ。みんなお疲れ様。さっさと終わらせましょう。手加減はなしだ。
手加減はなしだ。みんなお疲れ様。一緒に終わらせましょう。全力でいくぞ。手加減はなしだ。みんなお疲れ様。全力でいくぞ。頼もしかったわ。ありがとう、小太郎くん。もっと言ってくれ。気を引き締めていきなよ、気持ちびっちょ。キモくねっつってんだろ。よし、先に進もう。さっさとやっちゃいましょう。手加減はなしだ。私を止めようとしても無駄よ。ケンスケ、調子はどうだ。ぼちぼちやりますよ。全力でいくぞ。次もこの調子でいこう。ケンスケ、調子はどうだ。ぼちぼちやりますよ。僕の力を見せてあげますよ。いい調子だ。琴乃さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。アリア、どうだった。気を引き締めていきなよ、気持ちびっちょ。キモくねっつってんだろ。ケンスケ君、大丈夫？コトラさんのためならこのくらいなんてことありません。気を引き締めていきなよ、気持ちびっちょ。キモくねっつってんだろ。アリア、どうだった。うん、いい感じだったよ、みんな。
油断するなよ、小太郎。小太郎様に任せとけ。琴乃さん、怪我はない？部長のおかげでね。琴乃さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。次もこの調子で行こう。琴乃さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。邪魔です。もっと骨があると思いましたよ。はじめのシュート。全力でいくぞ。大活躍だな、小太郎。おう、次も俺に任せとけ。気を引き締めていきなよ、キモチビッチョ。キモくねっつってんだろ。次もこの調子でいこう。
気を引き締めていきなよ、気持ちみっちゃん。キモくねっつってんだ。よし、先に進もう。一緒に終わらせましょう。全力でいくぞ。見くびらないでくださいよ。もっと骨があると思いましたよ。油断するなよ、小太郎。小太郎様に任せとけ。全力で行くぞ。いい連携だったな、健介。ま、こんなもんですね。小太郎さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいわね。頼もしかったわ。ありがとう、小太郎くん。もっと言ってくれ。気を引き締めていきなよ、気持ちみっちゃん。キモくねっつってんだろ。次もこの調子でいこう。小太郎さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。全力でいくぞ。大活躍だな、小太郎。おう、次も俺に任せとけ。気を引き締めていきなよ、気持ちみっちゃん。キモくねっつってんだろ。ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。
琴乃さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。いやー、かっこよすぎたな、今の俺。ほんとほんと、ヒューヒュー。手加減はなしだ。全力で行くぞ。見くびらないでください。私を止めようとしても無駄よ。気を引き締めていきなよ、キモチビッチョ。キモくねっつってんだろ。いい連携だったな、ケンスケ。ま、こんなもんですね。油断するなよ、小太郎。小太郎様に任せとけ。手加減はなしだ。小太郎さん、怪我はない？部長のおかげでね。やっちゃいましょ。全力で行くぞ。よし、先に進もう。油断するなよ、小太郎。小太郎様に任せとけ。次もこの調子で行こう。ケンスケ、調子はどうだ？ぼちぼちやりますよ。大活躍だな、小太郎。おう、次も俺に任せとけ。琴乃さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。次もこの調子で行こう。琴乃さん、
僕が盾になってみせますから。お、ちょっと行けば部屋が分かるのよ。チャンスですね。手加減はなしだ。次もこの調子で行こう。ケンスケ、調子はどうだ？ぼちぼちやりますよ。大活躍だな、コタロー。おう、次も俺に任せとけ。帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。全力で行くぞ。私を止めようとしても無駄よ。相手になってやるぜ。全力でいくぞ。チャンスですね。全力でいくぞ。これくらい朝飯前だ。帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。やられる気がしませんね。また気味が悪いわね。自宅マンションのバルコニーに出たところ、女性をナイフで刺している男と目が合った。男はあなたの方を指差し手を動かした。なぜか。1、あなたのいる場所の回数を数えている。2、次はお前を殺すという意思表示。3、降りてこいと自信満々で。ちょ、2ですよねこれ。3でしょ。狂った男がやりそうなことじゃない。
いいね、僕も同感だ。なんで。行きましょう。おそらくこれが最後なんだろうが、はあ、こんなのどう答えろってんですか。もう主観よねこれ。罪を悔いているか、こんだけ。イエス、じゃ、イエス。罪を犯したならイエスでないと。ノー。イエスだな。ノーだろ。イエス。ノーだ。なんだ。くそ、なんだこれ。岩坂英治、その答えを聞いたからにはお前を現実に返すわけにはいかない。知り合いか。どういうこと。さあ知らんね。大方ライバル会社のビジネスの世界じゃ食うか食われるかが当たり前だ。どこで恨みを買っているかなんて知る由もないね。ラーミュ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 。みんな元気してた。ライブ始まっちゃいましたね。出せ。
すまない。誘拐？ああ、8歳の時にね、セミの鳴き声がうるさい夏だった。僕の父も経営者だったんだが、父を恨んでた田所ってやつに連れ去られて。こんな狭い部屋に食事も与えられず監禁されて。子供にそんなことするなんて。それで助かったんだよな。落ち着いて小太郎先輩、こうしてここにいるんですから。はあ、身の代金を受け取りに来た田所を尾行した警察に保護されたのは72時間後だった。3日も飲まず食わずなんてひどすぎる。子供ですよ。ん？それ以来血や狭いところが怖くて仕方ないんだ。閉じ込められた瞬間、あの時の感覚が蘇ってきて、僕は無理もないな。みんな許してくれ。自分が怖いからってあんなに。気にしないで美和坂君、そんな目にあったんだもの、取り乱して当然よ。そうです。すみません、何も知らないのに怖がって。鈴菜ちゃんは悪くないよ。悪いのはその誘拐犯でしょ。ねえ、ナルコセ。そうだよね。エイジは悪くない、被害者じゃん。元気出せよ、ビアサカ。今度そいつが現れたら、俺が守ってやるかんよ。ありがとう、みんな。ライブが終わったか。すぐ近くにミュウがいたっていうのに。ってことは、あの人が口なしさんですね。あれが？美和坂英治。ようやくお出ましか。さあ、話し合おうじゃないか。僕たちを閉じ込めておくより、さっさと現実へ戻した方がメビウスは安全。どう、ミュウ。口なしの言う通りだ。この人だよ。おい、聞いてるのか。やはりお前か、ミュウ。一体今お前の心をミュウに覗かせた。お前が何をしたのか、なぜ現実へ戻りたがるのか、よく分かった。絶対に現実へは返さない。
黙れ。おい。幸せにしたい、願いを叶える。私が願いを踏みにじる。ああそうだ、見てみろこの鉄格子を。こんなところにいたいやつがいるものか。美和坂、落ち着け。早くここから出してくれ。出せ。そうすれば口なしをいじめない、学士のみんなを困らせない。ああもちろんだ、いじめないよ。わかった。どうもありがとう。お礼と言ってはなんだが、火加減くる。落ち着けってんだよ。なっ、やろう。口なし。お前だけは、お前だけは絶対に許さない。帰宅部、そいつに味方するお前たちも同罪だ。仕方ない、やるぞ。帰宅部、そいつに味方するお前たちも同罪だ。仕方ない、やるぞ。チャンスです。全力でいくぞ。楽にしてあげる。こいつをお見舞いします。全力で行くぞ。はあ、手加減はなしだ。許さないだと。
じゃあどうするってんだ、行ってみろ。ほら、いや、いや。もうやめて。あんたやっぱりおかしい。何なの？自分がひどい目に遭わされたからって、他人も同じような目に遭わせていいわけ？どいつもこいつも。なんで止めるんだ。せっかく現実に戻るチャンスだったってのに。ああ、大丈夫？触るな。逃がすと思うか。やってみなさいよ。私があんたを殺してやる。僕も熱くなりすぎた。だがな、メビウスを破壊しないならミュウをぶっ壊すしかないんじゃないのか。このままじゃずっと平行線だぞ。やめてくださいよ。小太郎先輩までおかしく気まずすぎんだろ。はあ、このままじゃ空中分解しそうですしね。そうですね、皆さんいろいろあるでしょうけど、帰宅部の仲間ですし。私も入ってる？何言っちゃってんの、ナルコ。当然でしょうが。いいか、お前ら。ああ、花から僕は何とも思ってない。賛成。お返事は？はい。ああ、いろいろすまなかったね。よし、これで終わりだ。恨みっこなしな。こういう時、小太郎先輩のキャラは助かりますね。ああ、さて、これからどうしたもんかな。今度は水族館の方でイベントをやるらしいぞ。本当？ミュウを見たってさ。私たちも行ってみようよ。ああ、行こう。部長、渡りに船ってやつですね。はあ、そうでもないやつもいるみたいだが。行きましょう、先輩。
ねえゾン、本当にメビウスはみんなのためになってるのかな。メビウスは現実に居場所のない哀れな人々の最後の希望。我々は、でも帰りたい人は返してあげた方がいいんじゃ。一度生じてしまった亀裂は大きな崩壊へとつながる。帰宅部のせいでメビウスに疑いを抱く者が増えれば、ここを維持することはできなくなってしまう。帰宅部のことは学士たちに任せて、ミュウはみんなを慰めることだけを考えなさい。ねえちょっと、スイートピーや少年ドールまでやられたって本当なの？本当よ。まったく使えないわね。現実に戻るなんて冗談じゃないわ。ミュウ、ソン、この前言ったものは用意してくれた？ええ、帰宅部を捕まえるための餌ね。おい、何なんだよお前ら。この男がそうなの。うん、コトノって人の心を覗いた時に見えた男の人に間違いないよ。生ぬるいこと言ってんじゃないわよミュウ。うん、そうだよ。そうなんだけど。ここがシーパライソの水族館ですか。現実じゃないとはいえ、なんだかワクワクしちゃいますね。うわ、すげえな。俺こういうとこ来たの初めてだよ。さっきのアトラクション見たか？乗ってみて。水族館、ショッピングモールにホテル、複合型遊園地ってやつか。やれやれ、こんだけ広いと苦労しそうだな。時間があれば順番に回ってのんびり遊んでいきたいですけど、今はそれどころじゃないですもんね。せっかく来たんだし絶叫マシンとか乗ろうよ。実況動画撮ろうよ。今度こそミュウに会えますかね。さあな。ただ今の俺たちにできるのは手に入れた情報を信じて進んでいくことだけだ。ま、見つからなかったら適当に観光しながら次の一手を考えたらいいんじゃないですか。随分と余裕だな。イズル先輩も慣れた方がいいですよ。帰宅部あんまりシリアスな空気長持ちしないんで。遊びに来たんじゃないんだってば。早くミュウを探しに行っちゃって。シーパライソ
るつもりなかったんだけどな。それにしてもここでミュウがゲリラライブをするって話だよね。その割にこの静けさってことは、ライブの後ならもう少し熱気の入ったファンがいてもおかしくないから、まだ始まってないって考えた方がしっくりくるわね。なるほど、確かにそうかも。おい。私？僕にもみんなのような力があるんだろう。いつ使えるようになるんだ。ユウの心が大きく揺らいだ時かな。普段心の奥底。心の揺らぎ？そういうのとは無縁の人間に見えるな。ああ、確かに何考えてんのかよくわかんないですよね。僕には心なんてない。そういう条件があったのか。僕には無理な話だな。帰宅部についてくれば戦うための力が手に入ると思っていたが。そんな。やっぱりここにも嫌がるか。峰沢くんは後ろに下がってて。よし、行きますよ。自ら現実に戻ることもできない。望みが叶うというこの世界の中でさえ、僕は他人に手を引いてもらわなければ道を進む。イズル！イズル！大丈夫？ああ、問題ない。ん？あれ？傷一つない。見間違い？そうか、他人からの攻撃でも無駄なのか。つくづく嫌気がさすよ。何言って、ん、いけるよイズル。ぐおこれはさあ、イズルの思いをデジヘッドにぶつけちゃって。思い、よくわからないが、やってみよう。いずれ、ザクザクザクってやっちゃって。いつも通りやるだけだ。イズル、助かったよ。大したことはしてない。なるほど、これが戦うための力。イズルの心をかたどったイズルだけの武器だよ。僕の心？先は悪く、峰沢くんにもあるじゃない、心の揺ら。よかったですね。まるで心が動かない人なんていませんよ。準備は整ったってか。うん、探し出しちゃって。心ね、そんなものが僕にあるとは。どうでもいいことか。
うわ、でっけえ水槽だな。サメでも入ってんのか。この巨大水槽がこの水族館で一番の目玉らしい。でも水が入ってませんね。今はお休みなんでしょうか。あ、水槽の中に人がいますよ。涼介。知った顔が。ええ、昔のね。でもなんでこいつまでメビウスに。水槽が熱すぎてなんて言ってるのか聞こえませんね。ねえ、この人の足鎖でくくりつけられてる。動けないみたい。捕まっていると考えるのが普通だな。水槽に水が入ってきてます。おい、これまずいだろ。早く助けてやんねえと溺れちまうぞ。あんた何やってんのよ、そんなとこで。うちの水族館の新しい展示物は気に入ってもらえたかしら。なんだお前。私はオスティナートの学士1 いいえ、全世界ナンバーワンの美女。そこの髪の長い女、あの男に見覚えがあるんでしょう。そうみたいね。どうでもいいけど。どうでもいい？隠そうとしても無駄よ。彼氏に冷たすぎるんじゃない？琴乃先輩、彼氏いたんですか。ああ、終わった。こんだけ綺麗でいないわけないじゃんか。そうですよね。ブスには貧相な男がお似合いよね。さ、ひざまずきなさい。泣いて命乞いするといいわ。大事な彼氏が魚の餌になるのを見たくなかったらね。どうぞご自由に。え？それじゃ彼氏さんが。もう勘違いしないで。あんなの彼氏でもなんでもないわ。部長、さっさとこの勘違い女を締め上げてミュウの居場所を聞き出しちゃって。ちょっと待ちなさいよブス。わざわざ気に入らない奴らに頼んでまでこの男を用意したのに。知らないわよこのドブス。ドブス。ドブスの上に耳まで悪いのね。それとも悪いのは頭の方かしら。聞こえなかったなら何度でも言ってあげるわ。このドブス、シャクレア号、深海魚女、大脚扁平足、入れ土入れ花垂れ尻、バッカリファットカットの全身細胞魚女。おお、なんという軽眼。お嬢様の弱点を次々と的確に。あんた、お月の人？はい、現実世界からミレイお嬢様のお世話係としてお仕えしている。失礼ですが、あちらのお嬢様、人生経験がご豊富とお見受けいたします。あんたもそう思いますか。的確なご指摘、お見事です。しかし的確ゆえにこのままでは。もう許せない。こうなったら私とお前のどちらが美しいか。歳三、準備なさい。直ちに。ちょっと何言ってるの。わだまり。お前が勝てばあの貧相な彼氏は返してあげる。その代わり私が勝てばお前たち全員デジヘッド。だから彼氏じゃないって言ってるでしょ。冗談じゃないわ。なんで私があんな奴を助け。
もう仕方ないわね。で、何をすればいいの？ルールは歳三が説明するわ。せいぜいあがくことね。お前が負けて落ち込み泣きじゃくる姿が容易にさ。どんなことしなくて。あのチャラい人、本当に琴乃先輩の彼氏なんですかね。なんだよ。そりゃあの見た目なら彼氏の一人や二人いるってば。現実見ろって。ケンスケ君、ひもてはひもてらしく、陰キャは陰キャらしく、身の程わきまえて生きてくしかないよ。どんまいどんまい。全然励まされないんですけど。まあ男女関係のこじれなんてどこにでもある話だろ。ほっといてやれよ。あまり詮索するのは良くないです。でも琴乃先輩の相手としてはちょっと意外な感じが。何してんの？置いていくわよ。早くあの女にミュウの居場所を聞き出さないといけないんだから。こわよくわからないが機嫌が悪いようだな。早く行こう。アリア、サポートよろしく。ミュウ、やっちゃって。手加減はなしだ。いい調子だ。